はい、よろしくお願いします。今回はこちらの千円札とレシートと、そしてこちらにある赤鉛筆ですね、僕の方で用意させていただきました。まずはこちらの千円札の間に赤鉛筆を挟んで、これ間に刺さってるの見て確認していただけるでしょうか、うん、そしてここからご注目、こちらをポンポンポンってやって、あっ、これで完全に千円札の間を赤鉛筆が貫いてしまいます。もちろんこちらレシートは穴が開いていますが、おまじないをかけると千円札の完全に穴もなく新品の状態に戻ってしまっています。すげえ。そしたら今度はですね、千円札をお借りしてマジックしたいと思います。はい、はい、ちょっと返すんで、はい、お借りしてもいいですか。はい、こちらのお借りした千円札は封筒の中にまず入れます。封筒に入れて封をして半分に折りたたみます。さて、ここからよくご覧ください。こちらの封筒をお借りした千円札ごと、あ、完全に真っ二つに破いてしまいます。あ、ただここからですねお借りした千円札そのままお返しするわけにはいかないので、指で温めてのり付けするようにおまじないをかけると、こちらの中身の千円札だけが完全に元通りに戻ってしまいます。おさて、僕こちらの封筒を使ったお札の復活マジックってよく演じるんですけど、先日やった時に僕間違えてハサミで封筒を切ってしまったんですね。これどうなったかっていうと、これやっちまったわけですよ。でこうなってしまう と、 ちょっと予想外の展開で僕も焦ったんですけど、そうだと、これやっぱり復活して返さなきゃいけないんで、あの手があるんじゃないかっていうことでやったマジックをちょっと今からお見せしたいと思うんですけど、その時どうしたかっていうと、こちらのテープで一旦止めたんですよ。で、綺麗に元通りになりますようにっていう願いを込めて、このように綺麗にね、うんうん、このように戻しておいて、これでお客様の方に復活しました。あま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 あ、そうだよね、ありがとうございます、って言って、うん、まあ、終わりにしようと思ったんですけど、さすがにちょっとそれ許してくれなかったみたいで、さすがに、うん、確かに、まあそうとなったら、まあ、最後にマジシャンには使う手段があると、さっきと同じように指を温めてのり付けするかのようにこちらの切れ目をなぞっていくと、ちょっと、徐々に徐々に切れ目がつながっていって、え、わかりますか、なんで、うわ、丁寧にゆっくりとテープを剥がしていくと、完全に元の状態に戻ってきたことが分かっていただけるかと思います。ありがとうございます。かなえです。今回はこちらにあるトランプではなく紙幣の復活現象を解説していこうと思います。積もる話はまた後にして、まずは一つ目のトリックからお楽しみください。まずは鉛筆を用いて開けた穴が塞がるマジックから、何度確認しても鉛筆はお札の間に入っているように見えます。一見ありえない現象に見えますが、実はたった一つの仕掛けで行うことが可能です。使用するのは紙幣とレシートと鉛筆。お札の方は少しずらして折っておき、鉛筆を挟んだ際にそれが分かるようにしておきます。レシートはそこにかぶせた際に段差が見えるサイズのものであれば OK ですね。コンビニとかのレシートをなんとなく財布に入れておいて気づいたらパンパンになっている僕みたいな方にとっては嬉しいマジックかもしれません。そしてこのまま刺してもお札が破れてしまうだけなので、あらかじめ簡単な加工を施していきます。具体的にはこちら、ペンで示したラインに沿って切れ込みを入れていきます。加工後のものがこちらですね。平らにした状態では目視されても全く問題はありませんが、切れ込みが入っていることが確認していただけると思います。演技が始まったら先ほどの手順でレシートを重ね、鉛筆を間に挟む際に先ほどの切れ込みの間を通すと、今鉛筆はレシートにしか触れていない状態になっています。ただこれを外から見ると、見えている範囲では完全に間に挟み込まれているように見えるわけですね。この状態で鉛筆を突き刺します。引き抜いて切れ込みを貫通させた後であれば、このように
横に引き裂くこともできます。当然このようにするとお札に穴が開くことはありません。ちなみに実演ですが、このやり方で行ったかどうかは分かりません。ただこのようにすれば同じ現象を起こすことは可能。このような含みを持たせる理由は察していただければ幸いです。最後にお札を示す際は観客の方の目線は中央に集まるので、不安であればこのように手でカバーした状態で示して演技を終えてしまっても OK です。机があれば上から圧力をかけることで全体を示せますが、手渡しすることはできません。不思議さはどうしても少し減ってしまいますが、借りたお札で行えて手渡し可能なバージョンも過去に動画で解説しているので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしてみてください。その後この動画に戻ってこられるよう評価ボタンを押していただけると嬉しいです。続いては手で半分にしたお札が復活するマジックの解説です。こちらのトリックでは先ほどとは異なり、借りたお札でも演じることが可能。ぜひ習得して周りの友人や家族を楽しませてみてください。今回はお札ではなく封筒の方にあらかじめ加工を施します。大体でいいので半分あたりの位置に切れ込みを入れます。全面が切れないように中に厚紙かなんかを入れて、まっすぐカッターで切っていってください。つまりどういうことかというと、このような封筒を作りたいわけですね。切り込みが見えないように封筒を示して演技開始です。封筒にお札を入れますが、途中で切り込みから外側に逃がしていました。一つ言うの忘れていましたが、 ATM に置いてある封筒なんかだと前から見た時につけてお札が途中から消えているのが分かってしまいます。履歴書を入れるような透けない封筒を使用するようにしてください。大抵のコンビニや100円均一に行けば売っていると思います。このような状態にすることができたら、このまま全体を半分に折って戻す際にお札はそのままで封筒の方だけを開いています。この状態で切れ込みの位置で破っても当然ながらお札が破れることはありません。再度2つを重ねますが、この時に前からお札が見えないように注意してください。なんかこうやって封筒を破っていると、中学生の受験期に持ち帰らなきゃいけない内申点の通知書を帰りのホームルーム中にあげてクラスの前でバチコリ説教を受けたことを思い出しますね。なんで開けちゃダメって言われるとあんなに開けたくなるんでしょうね。皆さんは学校の内申点しっかりと取れていたでしょうか。何か成績でのエピソードがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。完全に封筒が真っ二つになっていることを示すことができたら、蓋がある方を上にし、お札が見えないようにまっすぐ開きます。裏ではこのような状態になっていますね。切れ目をくっつけた状態で机の上に置いてください。あとはおまじないをして上に重なっているだけな方の封筒を素早く取り除き、完全にお札が復活していることを示して演技終了となります。最後は最も不思議に見える本格的な復活現象、観客の目の前でゆっくりと切れ目が消えていきます。こちらのトリックも例によって実演で行った方法とは限りません。例えばの話なのであしからず、まずはあらかじめお札をハサミで切っておきます。そしてそのハサミのラインをなぞるようにもう1枚のお札にセロハンテープを貼ってください。だいたいこのような位置でしょうかね。これ後ほど剥がすことになるんで、軽く指で触って粘着力を弱めておいた方がいいです。ここで使うのがホワイトボード用のペン、これ100均で購入可能です。切り込みと同じ位置同じ角度にラインを入れていきます。このような加工をしたお札をヒンバーワレットと呼ばれるマジック道具の中にあらかじめ仕込んでおくわけですね。これ何かっていうと、両開きになっていて簡単に中身のすり替えが可能になっています。一応 Amazon にも1000円ちょいで売られていたので、概要欄にリンクを貼っておきます。お札の向きを覚えて何も入っていない方を上にして演技開始となります。まずは先ほど2つに切ったお札を示します。そしてこれからこれらを復活させますと言い、ペンの太さほどの隙間を開けてセロハンテープで留めてしまいましょう。大体こんなもんでしょうかね。これを同じ向きでワレットの同じ位置に入れ、一旦ありがとうございましたと言って演技を終えます。大抵の場合はいやいやいやとなるので、もう一度取り出してくるわけですが、この際にさりげなく半回転させていました。観客の方はまさかこんな財布があるなんて思ってもいないので、自画黒の財布が隙間から見えていると感じるわけですが、実際にはもうこれすでにホワイトボードのマーカーのライン変わっています。カメラだけでなく十分肉眼にも耐えうるレベル、人間の思い込みをついているわけですね。軽く指先を濡らしてなぞっていくと、当然マーカーで描かれた線は消えていきます。境目を指で押さえてさえ置けば角度をつけても問題はありません。ここが一番動画映えするところなのに、実演だとめちゃめちゃ指が重なってて映ってなかったんで、確認してる時にめちゃくちゃぼやいてましたね。でもぶっつけで見せる時に、今からこういうことするから横から撮ってとか言えないんで、まあしょうがないんですけどね。あとこれ注意していただきたいんですが、借りたお札をその場で切って行うのは、たとえその後に同じ金額を返したとしても器物損壊に当たってしまうので、絶対に行わないようにしてください。おもちゃのお札であれば目安を覚えておき、目の前で切ってから演じることはできますし、それでも十分に不思議な現象に見せることができます。もちろんこちらのお札には一切の切れ込みが入っていないので、最後に丁寧にテープを剥がし、切れ目がないことを確認していただいて演技終了となります。
さて、何食わぬ顔で解説させていただきましたが、長時間動画投稿の期間が空いてしまい申し訳ありませんでした。ちょっと大学の単位の方がヤバかったんでね、そちらに勤しんでいたわけですが、僕自身は極めて健やかです。皆さんはその間おかわりありませんでしたか？また少し落ち着いてきたので、週1くらいのペースで動画投稿を続けていこうと思います。まだまだ皆さんに紹介したい、絶対に覚えてほしい強烈なトリックがいくつもあるんでね、まだの方は今日これを機にチャンネル登録して次回の動画の更新をお待ちください。それでは。